巡礼は、漫画、アニメなどの熱心なファン心理から、自身の好きな著作物などに、縁のある土地を、聖地と呼び実際に訪れること。フィルムツーリズムや、コンテンツツーリズムの一種、宗教において、重要な意味を持つ聖地に赴く行為から転じて、ドラマや映画、漫画、アニメ、小説などの舞台となった土地や、登場人物の名前の由来地や同盟地、 スポーツなどの名勝負が行われた競技場などファンにとって思い入れのある場所が聖地と呼ばれるようになった。こうした聖地を実際に訪れ憧れや興奮に思いを馳せることを巡礼と呼ぶようになった。文学、漫画、アニメ等の著作物をもとにした観光は聖地巡礼、巡礼以外にコンテンツツーリズムとも称される。また映画などでは聖地巡礼、 巡礼以外に舞台探訪、ロケ地巡り、フィルムツーリズムとの呼称も使用されている。日本の内閣府も日本初のアニメーション作品や漫画作品がクールジャパンのコンテンツとして日本以外のファンを数多く獲得していることに着目。聖地巡礼をアニメツーリズムと呼んで法日観光客増加への施策、聖地から周辺の地域資源への誘致や 消費の喚起を目的として事業の推進を行っている。他に人気のスポーツ選手、例えば、羽生結弦選手の聖地巡礼も交流しており、聖地の一つである出身地の仙台市が観光 PR として利用している。宗教的な聖地は、すでに視覚的にも周辺から簡単に区別されるよう特別な仕様や装飾がなされていることが多いのに対し、 当記事の意味での巡礼の対象となっている。聖地は聖地となる前とほとんど変化してない従前の風景のまま聖地となった何らかの言われを付加価値とするだけで成立している。テレビドラマや映画のロケ地は実写であるためファンによる特定が容易であり、またフィルムコミッションがロケ地であることを公表することもあるため聖地が簡単に確定される。一方、漫画、 アニメでは、ロケ地が公表される例が少なく、また、作画によって、実物との差異が生じるため、実地調査をしたファンの主観で、聖地が認定されているという点が異なる。なお、漫画、アニメにおいて、作品中のセリフや映像、公式解説本、サイトなどで制作側が舞台として実在する地名を、明示したり、地元側が聖地であることを、ポスターや看板、 イベントなど目に見える形でアピールしたりする作品もある。以下、この記事における聖地の主な類型を以下に示す。ラキスタのモデルとなった学校であるが、それとわかる視覚的区別がなく、作品愛好者だけの聖地。冬のそなたのファンが聖地とも呼び、巡礼の場所ともなるナミソブのメタセコイアナミキ。監督の若き日の思い出の地だったが、同ドラマ撮影の前には、 錆びれて荒れがちな場所になってしまっていた。放送後は訪問者が多く、周辺が比較的綺麗に整備された。田切駅とアニメ聖地巡礼発祥飛行したファン行動の走りとしては1990年代からその方がはあったとされる。アニメや漫画などに限らなければ様々な文学作品、映画の舞台を訪れるといったことはそれ以前から数多く見られた。 北の国からでは、舞台のフラノ市が北海道を代表する観光地へと変化するなど、一種の社会現象となる例も存在した。アニメに限れば、特に作品側が、ロケ先等の具体的地名を隠さずメタフィクション的に、作品に取り入れていき、その結果として、ファン側が、聖地を発生させた例として、究極超人 ROVA 版が、一方で、ロケ地のみならず、 登場人物名や作内の固有名詞に一定圏域の地名に由来する命名を用い、積極的にこれらのロケ地及び命名由来地を結びつけて聖地とアピールし、メディア側からニーズを掘り起こした例として、天地無用。シリーズなどがその筆頭かつ代表例として挙げられることが多い。逆にメディア側のアピールによらず、 ファンがロケ先を探し出して探訪するという形式による場合は美少女戦士セーラームーンシリーズを源流に上げるケースが見られる。以降、テレビアニメが聖地巡礼を誘発した初期の例としては2002年放送のお願いティーチャーが挙げられるが特に0年代末の聖地巡礼ブームのきっかけとなったのは2007年に放送されたラキスタであるラキスタに後続する 聖地巡礼を呼び起こすようなアニメでは、しばしば実際の風景や建物の写真を用意し、それをトレースしてアニメの背景を作るという手法が採用されている。アニメ化に際して原作の舞台となった場所のロケーションハンティングを行うこと自体は以前から行われていたが、それが聖地巡礼として結びついたのは、鈴宮春日の憂鬱がきっかけであり、 原作者谷川流の出身校でもある、兵庫県立西宮北高等学校が聖地巡礼の対象となった。2012年3月7日に NHK 総合テレビの報道番組、クローズアップ現代にてアニメの聖地巡礼の特集を放送したことがあった。また、2016年12月1日に発表された2016ユーキャン新語、流行語対象では、 聖地巡礼がトップ10に選ばれている。同年8月に公開された映画、君の名は、が大ヒットし、その舞台の岐阜県日田市に多くの人が巡礼したためである。2016年には、角川や JTB、日本航空などが一般社団法人、アニメツーリズム協会を設立。同協会は2017年8月26日、訪れてみたい。 日本のアニメ聖地88を公表し、以後2019年版、2020年版を公表している。88は四国巡礼の人員数にちなんでいるといい、選定される聖地の数は88より多い。2018年、有志によって、田切駅の近くにアニメ聖地巡礼発祥の地の記念碑が建立され、7月28日に除幕された。二千十九年、 アニメツーリズム協会によって北九州市で日本初となるアニメツーリズム市長サミットが開催された美術家であり批評家でもある黒瀬陽平はアニメ制作の際に現実の風景をトレースする手法についてこの手法を用いるとアニメという虚構空間の中に現実空間の風景がそのまま入り込むことになり祖母を生じさせることになるがそのようなきっこちなさこそが 作品にリアリティを与えるということを美術視野のアビバールブルクが提唱した常年提携という概念を駆使して説明している。文芸評論家の福島良大は前述したようにもともとあった土地にいわれを付加するだけで聖地化されることに注目し、聖地巡礼は現実の今に対して何らかの架空の起源を与える疑似的創造力の一つだと論じている。評論家の宇野恒広は ゼロ年代の日本の現代社会においてデジタル技術でいうところの仮想現実から拡張現実へというテーと同様の流れが文化空間でも進行しているとし、その一例としてアニメの聖地巡礼ブームを上げている。つまり緻密に設計された虚構世界へ消費者を没入させるタイプのものから物語性を交代させた空気系へとトレンドが変遷したのに従い、 虚構の作用が異世界へ接続することではなく、現実世界を読み替えることに変化しているのだと考えられる。批評家の村上雄一は、現実と虚構の狭間に存在するのが聖地であり、それを虚構に遮影すれば風景になり、現実に遮影すれば巡礼になると整理している。このように考えれば、もともと土地と結びつけて論じられ始めた聖地巡礼という概念はより広い範囲に、 一般化することが可能となる。例えばアニメ、鈴宮春日の憂鬱でのエンディングテーマ曲の振り付けを実際に踊ることが流行した事例や、アニメ、低音のヒットに伴い作中に登場するギターが現実で、売り上げを伸ばした事例なども、講義の聖地巡礼的な現象と言える。多くの SKE48 ファンがエマを奉納する。 はず神社とはず岬公園にある SKE48 の曲、はず岬の歌避。2012年に楽曲人気投票で1位になったことを契機にファンの訪問が増えると、2013年に地元観光協会が歌避を立てそれを促進した。有名作品の舞台、または原作者の出身地となると、登場人物の思いや心境に馳せようと多くの人が訪れることとなり、 観光資源としての価値が生ずる。このため、戦後から町おこしの一環として、地元自治体、観光協会及びフィルムコミッションなどが積極的に作品制作に協力したり、作品の舞台となった事実を宣伝し活用する例も増えている。地元の商店などが作品ポスターを掲示して盛り上げたり、ロケ地などの関連ポイントの地図を作成したり、 地元サイドによって来訪者のコミュニケーションを目的としたノートが設置されることもある。その種となっていたのは、一般小説、映画、テレビドラマであり、漫画、アニメライトノベルに関しては、消極的であったが、水木しげる。また、近年では観光振興とは別に作品の舞台となった土地の PR を目的とする例もある。埼玉県かす市では、クレヨンしんちゃんの主人公一家、 野原家に特別住民票を与え、子育て応援キャラクターとして、育児、教育のプロモーションを行っている。2005年の電車男ヒットに伴い、オタク文化が一般に浸透するようになると、一般知名度が低いマニア向けアニメ作品などによる経済効果もニュースで取り上げられるようになり、長野県大町市、埼玉県和志宮町、宮城県七ヶ浜町などはその典型例であるといえる。 これらは前述のドラマ、映画などと比較し、その影響者の絶対数が少ないものの、関連グッズ販売の回転率が良いことが特徴であり、地元商店街などに活性化をもたらす例もある。特に、和紙宮町の事例は、オタク向けコンテンツの町おこしへの活用の成功例として、学術的、経済的見地から高い注目を集めるまでとなった。また、和歌山県南部町では、 ビンチョウタンが地方公共団体の運営施設のキャラクターとして使われた。2009年にはお台場に実物大のガンダムを設置し、わずか公開2週間で見物客が100万人を突破した。一方、神戸市長田区では同志出身の漫画家、横山光輝にちなんで巨大な鉄人28号像が建設されている。また、作者天子コ像への出身地である。 兵庫県山ヶ崎市が忍ぶたま乱太郎の聖地として若い女性ファンが多く押し寄せるようになったことが読売新聞で記事として掲載され見出しに萌えという表現を用いているまた地元を舞台とした新たな作品を世に送り出すため自治体が中心となって漫画やライトノベルなどのコンテストを主催するケースもある熱心なファンが 愛媛県松山市への巡礼を行った映画、頑張っていきまっしょいも、松山市が主催する、ぼっちゃん文学賞を受賞した、青春小説が原作である。経済的な利点にとどまらず、コンテンツのファンからその地域への愛着の創出、タイアップ事業を通じて、地域の事業者間の交流が深まるなど、人的つながりを広めていく効果もある。北海道大学准教授の山村、光式は、 下記のようなトライアングルモデルを表した。三者がコンテンツを敬愛することで良好な関係が成り立つものであるとしている。上記のようなメリットも大きい反面。作品自体が盛り上がらなければそのまま収束してしまう事例も多い。巡礼の対象となっている場所は、視覚的区別の見られない施設や建物が多く、一般の住宅や学校などの施設が近隣に含まれている場合もあり、 事情を知らない、地元住民に不安は、特にアニメ作品の場合、実写作品と異なり出演者が参加する、ロケ撮影が行われることはない上、舞台となる、地元局や自治体、商工会などによる宣伝が行われないこともあるため、認識も低く、先の施設事情も含め、地元がいつの間にかアニメで使用されているとみなされる、こともある。 またテレビ番組が巡礼のきっかけになった場合、その多くは放送期間3ヶ月から1年間程度なので、そのテレビ番組の人気が一過性のブームである場合は、急増した巡礼者の受け入れ体制が整った頃には、ブームが過ぎ去り、対象となった場所は、混乱や負担が残るだけに終わることもある。放日する、兄タマサイ主催者側も、これらの点を指摘している。この対策として、 ゆるキャンではアニメ化決定直後から制作サイドと山梨県が協力関係を築き放送開始と同時に山梨観光推進機構が特設サイトで聖地紹介を実施するなどであらかじめ受け入れ体制を整えている。またこれはフィルムツーリズムにおいても同様のことは起こりうるが巡礼者が不審者とみなされるような機会と見られる行動をすることがあり中には マナー違反や明らかな違法行為に出る者もいる。例として、前述した鈴宮春日シリーズの原作者の出身校で、主人公らが通う学校のモデルとされる、兵庫県西宮市の県立高校の敷地に侵入し、落書きをする者がいたり、アニメ、フリーのモデル地とされる、鳥取県岩美町の荒な神社に落書きをされているのが見つかり、 インターネット上で批判が殺到する事態となっている。こうした事情、理由から作品によっては、発行元、制作者が、聖地巡礼の自粛を呼びかけた例もある。もっとも、このような違法行為、マナー違反の問題については、漫画、アニメなどの舞台地とされる地域に限らずすべての観光地においても起こりうることではある。ありがとうございます。